どうも、メルマです。本日はですね、5月の購入品を紹介していけたらと思います。スプチャンネルの方でももうすでに購入品紹介やってると思うんですけど、いつもね、動画内でも言ってる通り全部紹介できてないんですよ、自分の購入品が。なんで、まあ、せっかく自分の個人チャンネルも始まったところですし、こちらの方ではゆっくりと自分の商品を全部紹介していけたらと思うので、これはですね、もはや自分のための動画っすねこれから全部紹介していくんですけど、いかにスプチャンネルの方でどんだけ普段ゆうごちゃんからカットされてるかがすごい分かると思うんでそういうところも楽しみの一つにしてもらえたらと思います。いやですね、購入品紹介スプチャンネルの方でも毎月毎月やらせてもらってるんですけど、まあ自分で言うのもなんですけど、やっぱ結構買っちゃうんですよ。でね、同僚のやつらがネットエゴさしてたまにリンク送ってくるんだけど、なんかうるまさんのことを買い物依存症って言ってる人いますよとか仕事とプライベートが境目がなくなって買い物が止まらないやつみたいなこと書かれてますよって言うけど、まあもうその通りっすよ、その通りもう買い物好きなんだもん。だって自分が買ってるものを動画で紹介したいっていうの変態だからね。どうせだったらね、その買ったものを少しも紹介できたら楽しいじゃんっていう部分でね、スプチャンネルの時とか違ってすごい時間ゆっくり撮れるんで、もうずっと俺のターンみたいな、ずっと俺のターンですよこれ。じゃあですね、早速ですけど紹介していけたらと思います。結構スプチャンネルの方でも紹介したものを被るんだけど、まあそこの部分に関してはご了承いただければと思います。1点目はですね、こちらです。じゃん、ネイバーフットのレオパードのショーツですね。結構夏に向けて、今年は、去年全然履かなかったんだけど、今年はショーツが欲しくて、その中で結構柄物を探したんですよ。で、自分的にはレオパード柄と、あとはパイソン柄かな、ヘビ柄を探したんですけど、もういいのがバスッと見つかって、これルックの時から楽しみにしてたんですよ。これもともとセットアップの商品ではあるんだけど、もう結構レオパードの柄って柄の主張が強いから、こういうものってトップスに持ってくると、より結構強調されるんですよ、その柄のインパクトが。だから自分のキャラ的にも結構これ以上濃くしたら結構もうもはや威圧的になっちゃうなと思ったんで、ボトムの方にこの柄を持ってきたいなと思ったんで、ショーツを購入させてもらいました。確かこれは原宿の直営店で購入しましたね。なんか上をなんかシンプルなカットソーとか合わせたりとか、もちろんトップスも、まあ、すごい主張強いものをセレクトして、結構インパクトあるスタイリングにしたいときはすごい重宝してるアイテムになります。結構インスタでももう着用してる写真何枚かアップしてるかな、確かこんな感じで。これ素材感とかもね、すごいもう超リアルなんですよ。触ったことないけど本物の表そんな感じで、なんか質感も含めてすごい気に入ってるショーツになります。次2点目がですね、こちら、じゃん、見てわかる、この柄ピカチュウなんですよ。スプチャンネルの方ではぬいぐるみ紹介したっすよね。ぬいぐるみ紹介したんですけど、実はピカチュウ柄のシャツ買ってまして、これが H&M とピカチュウのコラボシリーズなんですよ。いやこれはね、ファッションニュースサイトとかで発表された時からもずっとこのシャツだけ狙ってて、他のアイテムはあんまり自分的には刺さらなくて、写真出せるかな、こんな感じのアイテムでしたね。結構 T シャツとか、まあ、このシャツも含めていくつか発表あったんだけど、自分的にはこれがぶっちぎり一番可愛かったかなと思います。なんかここにピカチュウとかね、ガツンと入れるのも自分好きなんだけど、やっぱちょっと子供っぽくなっちゃうのかなとか、なんかちょっといろいろスタイリングもかっこよく着てる自信が自分にはなくて、まあこのぐらいの、よく見たらピカチュウぐらいの柄がなんかおしゃれに着れるところなのかなと思ったんで、着るのがすごい楽しみなアイテムになってます。これとかね、なんか全身モノトーンとかで着たら可愛いかなって思ってます。これ確かけど H&M とのコラボなんで、値段も安くて2500円ぐらいだったと思います。あんまサイズ感大きくないんで、トレンドのちょっとビッグサイズで着たい方に関しては結構大きいのサイズを選んだ方が楽しめるかもしれないですね。で、続いての購入品が、ナイキの古着 T シャツになります。じゃん、これがですね、サイズが 3XL なんですよ。で、スポーツブランドの T シャツだから、もともと普段着としてあんまり取り入れるものではないから、サイズ感とかもそんな大きいもの出回んないんですよ。その中でずっと大きめなサイズのものを探してたんですよ、実店舗とかネットも含めて。その中で結構高円寺の古着屋さんにバスッと来たものがあったんで買わせてもらいました。1枚で着てもいいし、結構インナーに使ってもレイヤードとしても使えるかなと思ったんで、見つけた時にもう即購入しましたね。値段としては確か7000円ぐらいで購入したんだけど、市場価格でいうとまあやや高いかなって思ったけど、まあ、大きい部分の希少価値も含めて、まあ、自分の中で納得させながら購入しました。で、ナイキの T シャツに関しては、あのグレーだけじゃなくてブラックも買っていて、別のお店なんだけど、こっちはそのマークがシンプルに入ったモデルですね。クロスサイズ XL 表記なんだけど、これも結構作り大きめになってますね。で、これに関してはまだ決めてないんだけど、まあ、このまま着ようか、ちょっとリメイクして着ようか迷ってて、なんか自分でなんかここら辺にプリント打ってリメイクしていきたいなってちょっと考えてるんで、今ここに入れる文言を今自分でいろいろ作ってるところです。できたらなんか動画の中とかで着たりとかするんで、楽しみに見てもらえたら嬉しいです。これも高円寺の古着屋だったんだけど、そんな高くなかった、3000円ぐらいでこれ購入しましたね。次がですね、こちらです。
じゃん、ラコステとビューティー&ユースのコラボショーツになります。で、自分はサイズ展開一番大きいサイズを買いましたね。なんか元々ラコステにも近いアイテムリリースされてるらしいんですけど、結構ワイドなシルエットではないらしいんですよ。その中でビューティー&ユースさんとのコラボに関してはワイドなシルエットとかな、裾口も結構広がっていて、着た時にバギーシルエットになるような感じで作られてるっていうのを接客してもらった時に教えてもらいましたね。なんか気軽に着れるナイロンショーツね、一つ探してて、けどなパタゴニアじゃなかったんだよね、俺的に。なんかみんな履いてるし、何か違い出せないかなと思った中ですごい見つかったので、あとここにワンポイントもあるからすごい可愛いなと思ってこれ今回購入しました。これからまだ買うか迷ってるんだけど、トップスもね、なんかラコステとかのすごい大きいブラックのポロシャツとかとなんかセットアップで合わせても可愛いかなと思ったんで、なんか気が向いたらトップスのポロシャツの方も買おうと思ってます。ではですね、次も古着かなになるんですけども、こちらです。結構最近じわじわ流行ってきてるかな。これがですね、コロンビアのフィッシングシャツですね。まあ名前の通り釣りするときに着るシャツってことで元々始まって、こういうポケットもなんかすごい多くて、釣り竿とか投げるときにここら辺の可動域がやっぱりスムーズにいくようにと、あと通気性が良くなるようにこういうところに肩の部分ですね、開いてメッシュ素材になってますね。まあここが開くだけでこの肩の可動域すごい上がるから、なんか動きやすいらしいです。これ XL を自分は買ったんだけど、サイズめちゃめちゃでかいです。これ多分 M サイズ買っても通常の M サイズでも全然大きいと思うし、気になってる方、あとネットで買おうとしてる方はサイズ表とか注意しながら見た方がいいかもしれないです。で、個人的にね、結構この柄この色結構攻めたんだけど、やっぱミントカラー今年の夏着たくて、まあ、夏の間も長袖で結構自分着るから、下のショーツとか合わせたりとかして結構爽やかに着たいなと思ったんで、これから着るのが楽しみです。もともと水場の近くで着るアイテムだから、素材とかもすごい速乾性とかあってね、すごい扱いやすい素材になってるんで、こういう部分も結構男性はね、洋服丁寧に扱う人もいるんだけど、やっぱ女性よりかはやっぱある程度ね雑に扱う人も多いから、こうやってラフに扱える素材感のやつって結構重宝すると思います。はい、で次がですねこちらになります。ダンシュプリームのボーダー T シャツです。でこれがですね、確かスプチャンネルの方の購入品紹介の時に来てて、紹介しようかなと思ったんだけど、紹介の枠数超えちゃってたから、これ紹介できないままただ着用して出るっていう。自分結構ね、シュプリームの中でもなんかそのボックスロゴとかあんま着ることがなくて、なんか実はシュプリームみたいなアイテムを買うのが自分好きでして、これもねよーく見るとこんな風にほらロゴ入ってんすよね。でこういうさりげない部分も結構購入する時にいいなと思った点ですね。ちなみにサイズは XL です。これもやっぱちょっとやっぱ大きめに着たかったん でボーダーのピッチも結構細いから、もちろん1枚で着ても可愛いんだけど、インナーとかにも結構重宝するアイテムなんで、結構シュプリームってインパクトですぐ速乾するアイテムあって、これ全然なんか販売してから完売するまで結構時間かかったんだけど、多分ね後々地味に欲しくなるアイテムなんですよ。でそういうアイテムの方が自分は結構買いますね、シュプリームだと。確か値段が1万5000円ぐらいだったかなと思います。はい、次の購入品がですねこちらになります。ベンリーバイズのクラッシュデニムですね。これもスプチャンネルの方では紹介してるかな。これね結構去年ぐらいからずっとダメージの、しかもリーバイズさんと今探してて、なかなかいいダメージ具合のアイテムに出会えなくて、もう原宿も高円寺 もういろんな下北とかもいろんなとこ回って見たし、インスタとかでも古着の販売してるインスタとかでもすごいいろんなアカウント見て、なんか販売されてないかとか、ダメージ系のアイテムに強い古着屋さんとか見てんだけど、なかなかいいのがなかったんだけど、今回ね見つけることができたんですよ。逆にこんだけ結構ダメージが入ってて、まあ、カジュアル要素が強いアイテムだから、上はなんか逆に綺麗めのアイテムなんか合わせてなんかメリハリつけた着こなしがしたいなと思ったんで、すごい気に入ってきてます。これ買ってからすごい履いてるんじゃないかな。昔からねダメージデニムとかすごい好きで、なんか昔はねなんかグランジファッションに憧れて、カート・コバーに憧れた時期があって、まあ、髪型とかも真似してすごいロン毛とかしてたんですよ。結構明るめのブロンドみたいな髪の毛に染めて、ここら辺まで伸ばして、でもうダメージジーンズ履いてすごいモサイネルシャツとか着ながらやってたんだけど、やっぱね何年かに1回グランジっぽい服装したくなるんですよ。なんでこれはこれから今シーズンはすごい履くと思います。実際にね着た画像とかもインスタに載せてるんですけど、こんな感じです。やっぱ雰囲気出るよね、スタイリングに。これすごい気に入ってます。はい、次がですね、5月自分韓国出張の方に行ってて、でその出張の時に自分の個人買いしたアイテムを紹介したいんですけど、一つがこちらです。じゃん、タイダイ染めのカーゴパンツですね。これがお店で韓国のセレクトショップとかじゃなくて、自分が市場仕入れの時に回る市場で見つけた商品で、うちでの取り扱いはないんですけど、個人的にすごい可愛かったんで、基本一点売り市場でしてくれないんだけど、いつもそこで結構自分買い物してたから、もう正直もうコネ使って買いましたもうこれ売ってみたいな、1点だからこれ売ってよってお願いして、まあまあまあいいよみたいな感じで売ってもらいました。で実際に履いた写真もインスタで載せてくるかな。こんな感じです。やっぱね今シーズン結構タイダイやっぱ流行って
ってるじゃないですか、まあ、各社ブランドさんとかがねリリースしてる部分もあるし、まあ、海外のブランドが使ってる部分もあるし、結構影響力あるブランドさんとかもね取り入れてる技法だったりするんで、こっからまだ夏かな、追加のアイテムとかも大体その増えてくると思うし、秋冬に関してもこれからどん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 増えていくアイテムになるんじゃないかなと思ってます。確かね、他のファッション YouTuber の方、りょう松本さんだっけ、確か大体この T シャツ売ってたよね。あ、ちゃんとトレンド抑えてるなと思ってその動画見ましたかね。で、ちなみに韓国でもう一個買ってて、これは向こうのセレクトショップで買ったアイテムなんだけど、こちらです。はい、ペイズリーのシャツですね。しかも赤、派手でしょう。これが韓国で人気のセレクトショップなんだけど、 A ランドさんっていうセレクトショップがあって、まあ、そこで購入した商品になります。正直ね、ブランドとかは全然わかんなくて、値段が確か1万円ぐらいかな、1万円ぐらいで、しかもセールになってた、セールになって1万円で購入しました。で、自分の YouTube のアイコンで着てるシャツもこれですね。で、インスタでも着用画像こんな感じで載せてます。で、ペイズリー柄ね、ほんとこれからすごい流行ると思うよ。まあ、さっき言ったように、やっぱちょっとグランジとかロックの流れがファッションの中でも結構来てて、先日ね、動画で紹介したロジックのボンデージパンツもペイズリー柄だったりとか、で、近いところで言うと、さっきモンキータイムさんが結構ペイズリー柄のアイテム、通型リリースされてたりとか、もう結構そんなところまでトレンドは落ちてきてて、秋冬もっといろんなアイテムがリリースされてくると思うので、昔からね、ペイズリー柄個人的にもすごい好きなので、このトレンドすごい嬉しいです。これはね、やっぱ1枚でスタイリングも仕上がるし、意外とね、多分個人的な感覚だと思うんだけど、さらっと着るとね、結構意外と大人っぽいんですよ。そういうところも含めて、すごい気に入ってるアイテムになります。生地もそんなにね、厚い生地じゃなくて、もう夏とか全然さらっと上から羽織って着ることもできるんで、これからもすごい重宝して着れるアイテムだと思います。次の購入品は、アイテム自体の販売は確か去年だったんですけど、自分は先月5月に購入したアイテムがありまして、そのアイテムがこちらです。これがコンデガルソンシャツとシュプリームのコラボのペインターパンツになります。で、カラーは白ですね。サイズ L サイズで買いました。結構太いです。で、これも販売した時は、正直スルーしたんですよ。履かないかなみたいな感じで思ったんですけど、なんかね、見てる間にじわ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 欲しくなって、で、そんな時に、まあ、ブランド古着屋さんやった時にこれが新品の状態で置かれてて、しかも値段も確かこれ定価が2万7000円とかだったりしたんですけど、ブランド古着屋さんで販売してる金額もほぼ同じぐらいの金額だったんで、なんかちょうど欲しかったし、で、最近結構夏っていうのもあるんだけど、全身白とか、なんか白をメインとした着こなしのスタイリング結構流行ってるじゃないですか。で、ただただ真っ白にするよりかは、結構こういう柄が入ってるパンツを取り入れながら、なんか白い基調のスタイリングしたいなと思ったので、まあ、去年買わなかったけど5月遅れながら購入したアイテムになります。これで買ってからすごい履いてます。なんかね、結構柄入ってるんだけど、逆にこんだけ柄が主張されてると合わせられるトップスって逆に限られてくるんですよ。だからそういうことも相まって着こなし迷わないから、1本持っとくとすげえ重宝しますね。これ気になってる方は、これあんまりなんかシュプリームとギャルソンって結構コラボのやつ結構プレネついたりして高くなってるんですけど、これそんなに高くなってないから、気になった方はチェックしてもらったらいいかもしれないです。はい、購入品残り2つになるんですけど、残り2つがどっちもスニーカーになってまして、1つがこちら、じゃん、オフホワイトのスニーカーですね。これオフホワイトの正規の取扱店舗で購入して、確か値段が6万円ぐらいだったかな。結構値は張るんですけど、結構ね、この夏さっき言ったようにショーツ履きたいんですよ。そうなった時に、結構自分ショーツ履く時はスニーカーに主張を持たせるものとか、結構ボリュームあるスニーカーを履きたくなるので、まあ、その中でなんかいいスニーカーないかなと思ってたんで、一度なんかどっかのルックとかニュースで見たアイテムこれ気になってたんで、これ発表してから、まあ、やや時間が経ったタイミングで自分は購入したと思うんですけど、買ってから結構これもう履いてますね。まあ、値段はちょっと張ったんだけど、今すごい気に入ってる一足になります。次が最後のアイテムの紹介になるんですけれども、アイテムがこちらです。じゃん、ナイキのスニーカーで、これが中身がですね、これも新商品とかじゃなくて、ちょっと前に販売されたものを改めて買ったっていうアイテムになるんですけど、これ紹介するまでまだ履いてなくて、もう結構自分買ったらすぐ履きたくなるタイプだから、早く紹介して履きたい俺は。ちなみにこれです。バン、ナイキのエアジョーダンのブルーカラーですね。水色です。最近はね、このモデル見ると結構オフホワイトとナイキのコラボのシリーズのやつを思い出すと思うんだけど、それに関してはあっちのコラボのアイテムもいいと思うんだけど、値段すげー跳ね上がってるし、なんかあんまり足元がオフホワイトとか多くなってもなんかスタイリングに幅出ないなと思ったから、自分はコラボよりも通常のナイキのエアジョーダンのタイプを買おうと、なんか思ってずっとチェックしてたアイテムになります。これも原宿のスニーカーショップで今新古品で販売してて、まだ誰も履いてない新古品なんだけど、確か販売したのなんか2015年とかかな、そこになんか復刻でリリースされたアイテムだったみたいですね。で、値段が、まあ、でも定価量はちょっと上がっちゃってるんだけど、3万5000円ぐらいで購入したスニーカーになります。自分ね、何を隠そう、全ての色の中で水色が好きなんですよ。マジどうでもいい情報だと思うんだけど、
幼稚園とかさ、小学校とかさ、課題で出るじゃん、授業とかで塗り絵あるじゃん、塗り絵。それでさ、俺水色が一番好きだから、全ての塗り絵をさ、水色で塗りつぶしたんだよね、昔。まあ、先生はね、なんか多分心配したと思うんだけど、その塗り絵をうちの母親に渡しながら、なんか遠回しにすごい心配してたみたい。なんか、うるま君、どんな塗り絵渡しても水色で塗りつぶすんですよね、みたいな。すごい心配させるぐらい水色好きだったんだよ。なんでね、エアジョーダンとかなんか赤とか黒も持ってるんだけど、個人的にはすごい、好きな色なんで、これからバンバン履いていこうと思います。はい、以上がですね、自分の5月の購入品の全てになります。結構カットされてるでしょ、俺の購入品。結構な数毎月よく買ったりしてるんですよ。なので、まあ来月とかもね、もう6月始まってるけど、購入品とかはまとめて今後もね、随時紹介していけたと思うんで、ぜひぜひ今後もよろしくお願いいたします。なんか着用感とか見たいとか、そういうものがもしあったら、なんか普段着用してる時とかに写真撮って、結構インスタの方とかでも上げようと思うので、もうバシバシリクエストもらえたら嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。いやー、やっぱ自分の好きなように紹介できるっていうのはやっぱいいっすね。これが個人チャンネルの強みだよね。これからもね、なんか、まあ、来月6月の購入品もまとまったタイミングで、またこういう風に、多分次は7月になるのかな、7月とかに6月の購入品まとめて紹介できればと思いますし、あとはね、まあ、単発単発で紹介するものもあると思うんで、今後ともいろいろチェックしてもらえたら嬉しいです。はい、それではですね、本日の動画が少しでもいいと思ったら、グッド評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとですね、日々のスタイリングとかファッションのことに関しては、まあ、インスタグラムの方で日々更新したりしてるので、概要欄にアカウントの方貼ってるので、チェックしてもらえたら嬉しいです。それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。